ではインテグラ、外装見ていきたいと思います。右前からですね、結構ツヤはありますね。まあ、ただここところこうね、擦ってしまっているようなところがあとはありますね。こんな感じで大きく何か削れてる感じのところはこの辺りですかね。この辺がタッチアップされているような感じです。まあ、綺麗にタッチアップされてるのでそんなに目立たないですね。この辺だったんですね。こんな感じのバンパーになってます。でヘッドライトは、まあ、やっぱり結構くすんでるかなっていう感じですかね。ボネット、特にへこみの方はないですね。まあ、エンブレムもやっぱ結構色あせちゃってますね。でボンネットは傷は特に見当たらないですね。結構綺麗です。ツヤもあって。はい、左のフロントフェンダーです。これも綺麗ですね。で、ホイール、左フロントはね、結構がれき傷あります。で、タイヤは今ないので、新品に交換する予定です。で、ドアミラーが、まあ、若干擦ってるところあるかなっていう感じですかね。助手席側のドア。まあ、この辺のちっちゃな飛び石傷があるかなといった程度ですかね。でサイドステップ周りはちょっと傷がありますね。あとまあこの辺とかですね。で左のリアフェンダーです。特に傷は見当たらないかな。で、へこみの方は特に見当たらないですね。あ、ここちょっと擦ってますね。で、左リアのホイール、こちらもちょっと仮傷は多めかなといった感じですかね。続いてリアバンパーです。ここがちょっと押されてひびが、入ってる感じですね。まあリアバンパーところどころ傷が入ってるところあるな。あとこの辺とか、この辺とかもちょっと傷が入っております。で、ここはですね、ちょっと若干チリがあったような分かりますかね。で、右フロントの、あ、右リアのフェンダーですね。これは、あ、ここはちょっと傷入ってタッチアップしてる感じですね。右リアホイール。そして、右フロントのドア。周りはちょっと小傷が多めかなっていう感じですかね。こんな感じですね。で、フェンダーのへこみの方は特になくて、ドア周りも大丈夫ですね。で、右フロントフェンダー、こちらは綺麗な感じですかね。若干ちょっと飛び石傷がありますけれども、はい。最後にルーフです。特にへこみはないですね。傷の方も大丈夫そうです。はい。以上、DC2 の外装でした。